もですね、私がこうですね。はい、ナスケです。音出しちゃって、まあそうですよ、やっぱナースケチャンネル始まりましたね。ちょっとぜひ登録してほしいなと思って、ちょっと音出しちゃってね、はい、モテたいし、モテたいし、モテたいし言っちゃうんですね、はい、言わないんですよ。呼んじゃおう、クラゲー。はーい、ということで今日は一体何やんのかな。はい、今回は、リンクスリングス。前にね、こっちでも生放送ゴージャス動画の方でやらせてもらってですね、はい、楽しくやってきたんですけども、私アンバサダーリーダー、そうなんですよ、羨ましい、ね、うん、でもですね、はい、その生放送にね、うん、アンバサダーリーダーでもないのに生放送にやってきちゃったやつがいるんですよ。なーに私のこと私ですよ、私のことあなた何なんですか一体。いやいやいや、全然関係ないですよ。全然関係なくはないですよ、まあ、アンバサダーリーダーじゃないですけども、うん、まあでも高評価っていうのは聞いてますから、高評価開発チームから、ね、はい、なんかナースケに手紙を送ったとのことだけど、私に、うん、ちょっといいかな、はあはあ、読んでもらえるかな、はい、うん、預かりましたね、読みます、ね、はい、はい、高見直様、生配信に出演していただきありがとうございます。さらには開発版のアプリやっていただいているのも見ています。おお、あら、高見直様は本当に上手で結構ね、個人的なランキングでも上位の方に来ている。喋、うん、り口調なの喋り口調で書いてるの手紙読んでないでしょ手紙読んでないよ。今回の収録でゴージャスさんと3本勝負を行い、見事勝つことができれば正式サービス開始後にアンバサダーリーダーに任命しようと思いますですって。おー、やったー、強いことも証明して、うん、アンバサダーリーダーになって、うん、ゴージャスより強いし、うん、自分のチャンネルでもできるかもしれないと。おー、ボコボコに違いがあるでしょうね。早速バトルに行きたいところなんですけれども、今回ほら初めてゴージャス動画でリンクスリングス見たっていう方もいらっしゃると思いますので、 PV をご覧いただきましょう。はい、はい、はい、それでは行きましょう。 PV こちらです。ズドサムズアップ魅力的、キャラクターがやっぱ魅力的なんね、いいし、かっこいいし、いいゲームでございますけど、さあそんな感じでございましてですね、はい、引き続きですね、ちょっとですねパワーポイントの方でもご紹介させていただきます、はい、こちらご覧ください、はい、3分間で4対4で走って陣を取り合う陣取りバトルです、うん、そう、はい、わかりやすいね。今までの陣取りゲームとは異なり、うんうん、スマホをなぞって走って陣を取り合う、うん、誰でも簡単に操作できますね。誰でもできますよ、うん、僕でもできたんだから。バトル中ですね、マップ内にあるタワーを作ることで、陣を取るためのエネルギーやヒットポイントを回復することができます。これ大事、ね、タワー作る時のカカ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 バトルの拠点にもなり、うん、とても重要なんですね。重要です、はい、でタワーを取ったり取られたりも、バトルの醍醐味になりますよ。はい、ただ闇雲に陣を取るのではなく、エリアを囲うことで、コネクトリンクと言いますね、こちらをすることができます。これが好きなんですよ ね、ね、コネクトリンクは一気にエリアを取ることができるので、終盤でのこう大逆転もね、可能になってくるんですよね。そう、エクセレントとか出るやつ、あ、そうそうそう、出てるやつね、虹色のね、はい、プレイキャラクターはですね、スピード、テクニック、パワーの
3タイプございまして、それぞれのタイプで特徴が大きく異なるので、4人チームでどのタイプを選択するかも、このバトルの戦略に大きく関わってくるんですよね。そうなんですよね。バランス必要ですよね。はい、ゲームの最新情報はリンクスリングスのレポーター、これねクラゲ大好きなんですけれども、さくらちゃんの公式ツイッターをご覧いただきください。キャラ化してほしいですね。ね、はい、ということで、魅力あふれるリンクスリングスでございますけどもね、勝負ですから、よし、僕らはちょっと本当にマジでやってやろうかと思ってます。怠慢で、はい、でもあれでしょ、4対4のゲームだよね。そうだ、一人じゃできない。吉野先生に電話してやだそれだとやっぱチームワークで差が出ちゃうから。そうだね。そう。ということでね、実はもうチーム分けしています。お、さすが。ちょっと発表しましょうか。はい、チームゴージャスはジャス君と、ナオのスタッフ、栗原と、開発スタッフ2名で。開発の方も、はい、ちょっと待って、どうしました？栗原って得意なゲームあったの見たことねえぞ俺と同じような方向性だぞお前。何をおっしゃいますよな。ニコニコしてんじゃないよ。チーム直輔は、直輔と、直スタッフの、宮子ちゃん、プラス、同じく開発スタッフさんが2名入りましての4対4のバトルとなりますよ。やった宮子さんとはもう息ぴったりですから、もう変えてほしい。じゃあ早速ハンデ乗ってる感じだな。いや一緒ですよ、一緒。それではゲーム画面いきましょう、こちらです。さあ来ました、いきますよ。はい、これで勝てばまず一勝。来た、いきますよ。みんなでレッツコネクト。これ言わなきゃ、これ言わなきゃ。さあよろしくお願いします。まずはまずはゴージャスさん、目の前のサポートしますよ。しろ早く喋ってるんじゃない。よし、そしてまずここですね。まずここをね、来るとこいる。ゴージャスさんの B の、よし、そのまま一回ここでエネルギー貯めたらぐるんと回ってきて、とりあえず取りまくろう。悪かったな。あー、2体も倒されてる。みやこちゃん悪かったな。誰だ。いいぞ、今のところ勝ってる。よし、よし。あー、でも接戦だ。直輔チームが有利だね。取ってますからね、だんだん。ここ行ったら、ワールドスター、ここ行ったら、どちら、ボーンっすよ。ボーンっすよ。ボーンっすよ。ほら、ほら行った。あ、でも逆転できない。こう。まだまだ。よし、諦めるな。よし。ここ行ったらボーンっすよ。ここ行ったらボーン。そう、やばい。ゴージャス一気に行きましょう。タワー作りまーす。ここで使うぞ。グイーン、グイーン行くよ。グイーン、グイーン行ってます。あれ欲しい。やだ。じゃあ行け行け行け。よっしゃ、コネクト。やばい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 。寺田さんが来た。あー、倒された。寺田さん。あれ、お、これは、お、ということでチーム直輔の勝利。このようなゲームをやった。違いますよ。さあ、まずは一本取りましたよ。はい、一本続いていきましょう。よしですよ、これで取ればもうコネクト。コネクト。そうだよ、これで取れば。ただジャス君も似たては許さないよね。似たてはね、私もやってない人じゃないですかね。いけいけいけ。おお、よっしゃー、倒したー。ジャス君やられたね。やら、まあね、何ですか。
お前分かってねえだろ。お前分かってねえって言うんじゃねえよ。リーダーリーダーじゃねえんだお前ちゃんと。やばいやばい。グレート。あ、これ仲間だった。よし、行け。危ねえ危ねえ。行け行け。宮子さん、これでいいの？やばい、タワーに戻ろう。一回みんなで一緒にこっちに。うわ、うん、取られる。すごい。よし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 。さあ、本当に拮抗してる。1分切った。使うぞ。うん、うまい。うーわー、わかかった。強い。やばい。いやいや、ジャスク有利か。うわー、どうにかコネクトできないかな。あと10秒。いいよ、これは。タワーに戻れ。コネクト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 。オーケー、コネクティング。結果、うん、ジャスクの勝利。さあ、これで1本ずつ。チーチで本気出したらこんなもんです。いやー、行きましょう。レッツコネクト。さあ、いけいけいけ。よし、早い早い。で、ここで疲れちゃった。疲れちゃった。ここでコネクトして、あー、そうだ、爆弾が。やばい。ゴージャさん、うん、タワーの主になってた。やばい、倒されちゃった。タワーは俺が守る。いやいや、直輔チームが有利か。よいしょっと。うわ、いけ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 。わー、それ持ってたのかー。2連敗。どうした？いいスキルか。よし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 。直輔どこ行ったの？くそ。いいよ。誰が攻撃してくるんだ？やべやべやべ、助けて。なあ、やばいやばい、敵。倒した。敵のところだった。直輔に倒された。よし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 。さあ、残り30秒。40%、25秒。爆弾。やばい、自分の陣地に戻らないと。おお、いや、取りに行かないと。さあ、残り10秒切った。いやいや、痛い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 や、何度倒されてもね、何回も起き上がればいいんですよ。素晴らしい。やってんだな、おい。おっ、水さん出てきた。お前これを抱えながらやってたの。どこにいて、どこにいて、体が重いわけ。びっくりした今。うわー、負けたー。やったー、助けてもらった。ありがとうございます。うわー、一声お声くださいよ。じゃあ、見事アンバサダーリーダーになれたのかな、うん、ちょっとまだ実感ないんですけど、今後なれるのかな、なれるのかな、うん、っていうことなので、まあツイッターやら直輔チャンネルの方もありますんで、 そうだね、そこでね、バンバン盛り上げていきたいなと思います、うん、嬉しい、ありがとうございます、うん、引き続きまたほら、うん、ね、生放送とかもやっていきますし、やるかもしれません、僕たちも出ると思いますので ね、ユーザーさんとやっていきたいよね。そうですね、やっぱね、うんうんうん、やっぱこう勝つ気持ちいいんでですね。そう、うん、はい、ということで、この動画よろしければ皆さんよかったらグッドボタンを押していただいて、チャンネル登録の方もご自身動画ナフキチャンネルよろしくお願いいたしま す。本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。
いや俺これでマッチングしたでしょ。マッチングしました、はい、ボコボコにしちゃったんだ。いや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 、周りの人たちがね強かったんですよ。まあそれもあるけど、そうボコボコ直すか、じゃ一回狙いに来たんだ俺。そうそう、俺直すかっつって、うん、俺分かんなかったから、本人がどうかね、うん、でも直す気取らなかったら、あれ私ですよっつったから、そうボコボコにしちゃったんだ。怖っ。